桜デパートグループのロゴマーク関連企業の桜観光は現在も存続している。桜デパートはかつて存在した日本の百貨店。鹿児島県鹿野屋市に本店を置き、大隅半島では唯一の百貨店であった。1945年12月に桜紹介として創業。1954年に桜デパートと改称し、 1960年に後のカノヤ本店を建設。1970年代から1980年代にかけて店舗網を拡大し、1990年に売上げのピークを迎えたが、1994年に破綻し企業としては2000年に特別生産された。大隅半島の倒産企業における負債金額の規模では、丸栄建設に次ぐ。 1994年8月末時点の資本金は8500万円、従業員数は110人であった。鹿屋市北田町にある本店と、ことぶき店の大規模店や、西原店などの小規模店で構成されていた。デパート業のほか、観光事業も展開して桜観光なども存在していた。子供に与える影響も大きく、本店では、 交差点向かいのおもちゃの松本との相乗効果から当時流行したファミリーコンピュータのディスクの書き換え機が設置されていたほど品揃えは地方随一であった。また、ことぶき店では同じくファミリーコンピュータのスーパーマリオ大会が多くの子供を集めて開催されるなど集いの場として人気の高さをうかがわせていた。 1974年からことぶき屋と業務提携を結んでおり、1994年9月の閉店後は一部店舗をことぶき屋に移動し、ことぶき店はことぶき屋かの屋店、西原店は倉士館西原店として運営されていたが、同社も2001年に倒産。現在は西原店がマックスバリュー西原店として運営されている。 本店のあった土地は現在駐車場として利用されている。本店の店舗は地上7階建てであり、いわゆるデパ地下も存在した。敷地面積は2385平方メートル、店舗面積は9000平方メートル。1994年9月に閉鎖された後10年ほど、そのままの状態であったが、再開発施設、リナシティカノヤの建設に伴う、 周辺整備により2005年3月までに取り壊された。本店敷地は、鹿のや市が2億7961万円で取得。現在は、街中パークとして整備され駐車場として利用されている。大隅半島発のショッピングセンターであるプラス世代は、鹿のや店が開業した1991年12月5日には、 ショッピングプラザ桜の構想を南日本新聞の紙面上で広告として発表したが実現には至らなかった。1980年代までの鹿屋市で買い物といえば鹿屋市中心部にあった桜デパートや東屋百貨店太陽が一般的であったが1991年の市役所の移転や1992年の国道220号 カノヤバイパスの前線開通などを機に衰退の位置図をたどった。現在のカノヤ市付近の買い物は、カノヤバイパス沿いのロードサイド店舗が中心となっている。1989年時点。1998年以降はことぶき屋が営業権を退職していたが、同社の倒産に伴いいずれも2002年2月に閉鎖された。これとは別に、 桜マートが開業した、クラシカン東クシラ店を呼び、クラシカン有明店がそれぞれ存在した。ありがとうございます。